皆様こんにちは。今回は Gmail の受信トレイに表示するカテゴリタブを変更する方法をご紹介させていただきます。 Gmail の受信トレイは初期設定時にメインとソーシャル・プロモーションのタブが表示されています。この他に新着とフォーラムのタブがあり、メイン以外の4つのカテゴリタブはそれぞれ表示・非表示を切り替えることができます。そもそもカテゴリタブは Gmail が受信したメールを自動で各カテゴリ別に振り分けてくれる便利機能です。重要なメールはメインで表示しつつ、セールなどの営業メールはプロモーションタブに、 SNS などの通知はソーシャルタブに自動で振り分けてくれるので、あまり重要でないメールを時間があるときに一括で確認することができます。ただし、例えばラベルやフィルターを複数設定して Gmail をより細かくカスタマイズする場合などは逆に不要となります。この他にラボ機能のマルチ受信トレイを設定する場合もメイン以外のカテゴリタブを非表示にしないと使えません。カテゴリタブの設定はタブの一番左に表示されているプラスマークをクリックして行うことができますが、メイン以外のタブのチェックを外して非表示にしている場合はプラスマークが表示されません。そのため Gmail の設定から行うように習慣づけましょう。まず左上の歯車マークをクリックして、表示されるメニューから設定をクリックします。Gmail の設定は全般、ラベル、受信トレイ、アカウントとインポートなど細かく分かれています。カテゴリタブの設定項目は受信トレイにあるので受信トレイをクリックします。カテゴリタブの表示設定はカテゴリの欄で行うことができます。チェックを入れると表示、チェックを外すと非表示です。またメイン以外のタブを表示する場合、スター付きのメールは必ずメインに表示するようにも設定できます。設定し終わったら画面下まで移動して変更を保存をクリックします。これでカテゴリタブの表示設定は完了です。ちなみにこの設定は Android や iOS の Gmail アプリにも反映されます。また逆に Gmail アプリの設定からカテゴリタブの表示設定も行うことができ、アカウント間で設定が反映されます。 Gmail 初心者の場合はカテゴリタブが役立ちますが、だんだんと使い分けるようになってくると5つのカテゴリタブでは収まらなくなってきたりもするので、その場合はラベルやフィルターを設定していくこととなります。いろいろとカスタマイズしていくと逆にカテゴリタブが不要になってきたりもするので、ご自身のレベルに合わせてカテゴリタブを活用していってください。以上、 Gmail のカテゴリタブの表示を変更する方法のご紹介でした。